今ちょっとね、深夜の2時だから子供が寝てるので、起こさないようにゆっくりと、静かにして！みんなちょっと聞いてほしい話がある。なかなか喉が治らない。いや、どうしたもんですかね。これね、結構経つ。あ、どうも草人です。結構経つんだけどさ、なかなか喉が治らないんでね、今日はね、おとなしく実況していきたい。ありへんお前、上行くなって、こちらこちらやってみよう。ありへんお前、上行くなって。ちょっと待って、土台になって、ちょっとお願いします。ちょっと戻ってきてよ。お前、どこ行くんだよ。そっちなんもねえぞ。バイバイ。これ急いでジャンプしても当たっちゃうよな。ってことは多分ね、くるくるジャンプで、うわー、これでも無理か。隠しとかがあるわけではないよな。まあ、てことはよ、絶対これね、即くるくるジャンプ、それでいこう。即くるジャンじゃ届かないよね。ジャンプ即くるジャン、これしかないでしょ。絶対これでいけるはず。即ジャンプからの即くるジャン、オッケー、ありがとう、センキュー。草人チャンネル、スカイアスレチック、こちらのコース行ってみよう。はいはいはい、そういうことか。うわ、結構好き。こういう仕掛けマジで好きで、こうやって鍵を取りに行けない。なんでこれ気づかなかったんだ。バカなのかな、草野人ってバカなのかな。何、ありがとう。みんながコメント欄でバカじゃないよ、頭いいよって言ってくれて、ありがとう。優しいな。なんて優しいの、みんな愛してるぞ。オッケーオッケー。で、こういうことじゃない。こうやって、ドクロちゃんに乗って、ここはゆっくりと行けばいいんだよな。なんでみんな優しい。もう分かってるよ。それ以上言わなくていい。分かって、もういいって。優しい優しいばっかり連呼して連打しなくて。あ、のこもこちゃん、ここにいんだったら先に行ってよ。先に、ほら、そうなるでしょ。先に言わなかったからこれ死ぬことになるんだよ。俺だってね、あやめたくはなかったよ。のこもこちゃんとこれから仲良くやっていきたかったけど、お前が先に裏切ったから俺だってこうやって急に殺したくなったりするんだよ。そりゃそうでしょ。先に裏切られたら急に殺したくもなるでしょ。これでいいんだよな。あい、あい、あい、うますぎる。びっくりした、びっくりした。マジで、マジで、マジで、マジで。ばっ。あ、危なかった。息止めてたよ。みんな死ぬとこでさ、草味。なんだこれは、なんだこれは、なんだこれは、何、卵クラブ、ひよこクラブ、ココリズムの、くあの、リズムやめてくれ、俺な。なんだこれは、なんだこれは、なんでこれが、卵クラブ、ひよこクラブの、ココリクラブのリズムになってんの、これ、これいけたよな。オッケー、ありがとう。この次はなんだ、どういう感じでくるのか。これでもう終わりにしたいよ。はい、なるほどね、なるほど。オッケー、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 オッケー。よし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 。で、こういうことない、こういうことない、こういうことない。で、こっち来たら、すぐにパウちゃんに乗っての、乗って、みんな、ここで一回止まればよかったのよ。なんで、ここでゆっくりこう行けば、クリアできるって。焦りはダメ。ほんとに、のんのんよ、焦り。うわ、ゴール来ちゃったよ。もういいの？怖い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 。勝ったねー。草人チャンネル、隕石が落ちてくる1の1、どういうことよ、言ってみるか。はい、アルマゲドンのような1の1コースっぽいけどね、今のところ隕石降ってきたねー。急に、お前か、犯人。すんごい近いところに隕石ちゃんいたんですけど、まさかのクッパちゃんが作り出してたのね。なんだ、隕石って宇宙から来るんじゃなかったんだね。あの、雲あたりからなんか亀が投げてんだ、隕石。みんな知ってた？俺知らなかったわ、この常識。オッケーオッケーオッケー。ちょ、ってことで、あ、クッパちゃんでも遅いね。え、お前まだいんの？あれ？追い越したと思ったんだけど。うわ、よしよし、スターちゃん。これ余裕じゃねえか。このスターちゃん取っちまえばもう簡単にクリアできる。クリア率 2% ぐらいだったけど。あ、ちょ、ちょ、何が、ははは。隕石の元ぶっ殺しちゃった、みんな。ごめんなさい。隕石作ってる人ぶっ殺しちゃった。なんだこれ。こっちいいのか。Y プラス B。え？どういうこと？とりあえず下ルートから、あ、違う、こっちでいいんだ。このまま、こっちダッシュしていくとクリアできるのか。そういう、え、どういうこと？え、これやばくない？え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そうなっちゃうよねー。そういえばさ、ショートカットな、見てなかったんさ、いえば俺。この裏面、あ、入れんだ。ちゃんと裏面あんだ。いや、これ結構簡単じゃねえか。裏面あんだったらかなり楽勝にいける。まあ、どっちにしろスターが開くからちょちょにちょいでクリアできるからね。クリア率 2% なのはこの辺の難しさじゃなくて、やっぱり、これね、めちゃくちゃ海のタイミング重要だから見てろ。こんくらいが多分ちょうどいいと思う。引っかかっちゃった、引っかかっちゃった。やばいやばいやばい。いけるか？怖い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 。ここがマジで怖い、マジで怖い。頼む、頼む。よし！よーし！はい！ありがとう、センキュー！草人チャンネル、配信者キラー、G からの挑戦状、ハリポテキラーのコース、草人大得意なやつじゃん。ハリポテキラーのコースでしょ。クリア率 1.40。草人だから余裕でしょ。一発、まず一発でクリアできると思う。だって、今、みんなでバカにすればいいじゃないですか。そうや。バカにしろよ。ここからうまいプレイ見せてやるから、それで俺が一気にね。オッケーオッケーオッケー。黙らせてやるから、お前ら待ってろ、みんな。俺のこと笑ったやつ待ってろ。今に見てろよ。オッケーオッケーオッケー。なんだ、これでやってんのか。どういうことだ。よかったー、晴れた。これで、クリアで中間なんていらんて。そんなもん儲けなくても一発でクリア、もう一発だよね。なんで、あ、あぶなあぶな、びっくり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 、あぶなあぶな、すごくないここ、スルンと来れたのすごくない、みんな。これでマジでクリアなんじゃねえの。え、マジでいける、マジでいける。いや、これあの赤コイン集めろ的な感じなのか。中間いらんで俺何回行ったら気が済むのね。
そんなもんマジでいらないんですけど。いやでも本当に、いや、1、2回ミスったけどもさ、でもすごくな、ねえ、ちょっとわかんないって、それは。みんな洞察力ないのよ、観察力ないの、許してよ。草地のこういうところマジでダメだと言われるのわかってるよ。言われなくてもわかってるから許してくれや。はい、ぶっ殺したねから、これ、キラー関係なくなっちゃってるよね。キラー全然関係なくなっちゃってるよね。いいのかこんな、これで、これももう、まあ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 、これも込みで面白いから許してあげよう。もう許すとか許さないとかそういう問題じゃないと思うんだけど、ごめんね。この構成作者ごめんな、バカにしてるわけないの、申し訳ないの。これで。で、俺、ブンブンちゃん大好きだから、よしとしましょう、みんな。はい。はい、ぶっ殺っちゃんしまして。これで、なんだ。で、こいつも一応、通り過ぎて、これでいきゃいいのかな。え、まだちゃん。あ、え、あ、これだと、よかった、これで集まった。これで、急に来んな、来ね、ゴールかい。草人タンネル。バックリボー。こちら一発ネタコースだけど難しい。クリアーズ 1.25 行きましょう。なんかね、ネタコースって、どう、どういうこと、何が起きてんのそっち側何、右側に何があるのか知りたい。何、お前カービィでもいるんかな、お前なんででかくな。でかくなっても同じことか、お前ら。そういうことか。てか、何に引っ張られてんのか、ダイソンでも置いてあんのかな。どうだっけ、何、もしかしてピースイッチ押せんの、マジでどういう原理、お前ら。どう、何が起きてんだ。そしたらね、目がいってんな。すごい気持ちいいんだろうね。根元側引っ張られてすごい気持ちいいんだろうね。まさかのクリボーは頭側じゃなくて根元側の方が気持ちいいらしいですよ。みんな勘違いしてません。俺もね、クリボーちゃんで頭側の方は撫でられた方が気持ちいいかなと思ったけど、むしろ違います。根元から座れた方が気持ちいいみたいです。なんで、ちょっと、なんでこうアトラクションみたいなの出てきて、どういうこと、意味がわかる。意味がわかる。ちょ、で、びっくりした、びっくりした。こうやって、こうやっていけんのかな。はい。あ、なに、このままいけん。ん、どういうことだ、どういうこと、え、どういうこと、え、何をすりゃいいんだ、これ。はい。てか、あいつ来ねえじゃん。俺一人で行っていいのか、え、どういうこと、俺さ、まだこいつの存在をさ、受け入れてないのに、なんで急にこんな高アトラクションやんなきゃ、おかしいだろ、ちょっと待って。もうちょっと時間くれ。俺にちょっとこいつ受け入れさせてくれる時間くれやな。なんでお前なんかちょっとクロールみたいなことしてんだよ。泳げねえよ。それじゃ泳げねえ。残念ながら。これ押してけってことか。こんなね、でー、でも多分ね、俺より三歩の方が驚いてると思う。見て、あの顔、純朴な顔よ。急にクリボーが足で下腹部こちょこちょしてんのよ。めちゃくちゃかわいそうじゃん、ほんとに。いいやつなんだよ、三歩。結構民バトだと嫌なやつだけど。あ、で、ごめん。変なこと言って、ごめん。オッケー、で、こういうことない。で、こっち来て、この前にいるんだよな。この、あぶね、みんなもっと急いでサンボちゃんの笑顔取り戻そうぜ。みんなで見ようで、サンボちゃんの笑顔をよ。オッケー、いけ、来たよ。このままで、この辺で。オッケー。あぶね、サンボちゃんに殺されるかと思う。サンボちゃんに裏切られるかと思ってよかった。サンボちゃんぶっ殺しちゃったけどよかった。俺だけ助かってよかった。ごめんな、サンボちゃん。そして中間のなんか怖えな。まだ続きあんの。終わったかと思ったけど。マジでまだお前と勝負すんのかよ。ちょっと待って、スタート早い。そこで止まんのかい。なんだ、ゴールどういうこと？ん？あ、仕掛け見せてくれんのか？なんだ？こうやって押すと、なんかこの、え？え？お前どうした？なんで、なんでそこ現れたの？何が起きた？